はい、いらっしゃい。男優 TV のコウスケとマルフォイ、よし、メガネだ。超俺の丸山のネタになるんだ。だってもう、もうすぐ分かったもん。もね、バンドメンバー3人が穴兄弟っていう。ねえねえねえ、ひろまさ、はい、全部入ってるから。スイッチは実は今撮影ボタンを押しておいて、プレイする？実は今撮影ボタンを押しておいたんだけどさ、チャンネル穴兄弟の回。いいのかよそれ。はい、これホラーゲーム、ホラーホラーアクションかな、ね、ホラーアクションコメディだ。どっちも分かるんだよね結局。全部入ってるよそれ、大丈夫だ。編集時の俺が頑張んなかったら終わりだよ。ちゃんとこれ全部文字落として大変じゃない。いや、お前トップ男優 YouTuber。 男優って言っちゃダメだ。こいつ YouTuber 男優だから。男優チャンネルでしょ。いや、男優チャンネルで売ったらいけると思うんだよ。やだよ。だけど今シミケンの次にいける。チャンネル名が定まってないから。今山田太郎でやってるから。いや、なんで昨日シミケン見たわ。シミケンチャンネルおもろいよ。チントレ講座見た俺も。いや、ちょっと中腰になってしごく結構面白いよ。いいか、もう雑談しながらやろうぜ。それ一枚あげよう。いや、ちゃんと文字起こして。ってこれどこ大変じゃん、手伝ってくれんの。あ、これか。大丈夫大丈夫。あ、それエリーの、ジョエルはいつもないん。ついてないね。うるさい。暑い。ね、暑い。入っちゃうんだから弱にして。忘れ物は？え、だってマイクどこ？これだよ。入んない入んない。あ、違う。あのね、入ってる。聞こえてるでしょ。イヤホンで。朝からお前の噂で持ちきりだ。なんで？お前がディーナにキスしたから。向こうがしたの。それ見たセスのお前に。これこいつがね、あれか。こいつも主人公か。でジョエルが殴って小づいただけ。声優杉田さん、これ銀さんとか言ってるでしょ。昨夜はどうかしてたの。どこでもいいな。なるほどね。見たかった。すげえ、なんかすごい、ね、ちゃんと生活してんな。マリアが話したい。どこにいるの。食堂。別に挨拶決めた。全然決めてない。ハロー YouTube。 いなかったことにしとる。無理。それホリケンや。ハロー YouTube。 あーあーどうも大丈夫です。ねえ、私たちそれ毎回やんねん。ねえ、あー毎回やります。このギター誰の。いいな、見れる。俺の。あ、まるちゃんの、うん、そしかないでしょ。ただ誤解してほしい。待って、あのゴミ袋もお前の。ああそうだよ。あっかん。お前何ここに引っ越しに行くの。 あんまゲームと関係ない話やめて。伝わんないから。だから俺がアウトで小菅イン。お前映像があんのにどうやってカットするんだよ。かわいいね。映像ごと切り取んなきゃいけないじゃん。差し替えるか。お、バンジョーだ。あ、バンジョーじゃん、すげえ。なんか先にちょっとだけプレイしたんですよ。21時間はい、そうなんですけど。それちょっとなの。ちょっとじゃないよ。ちょっとだけプレイ。だいぶだよ。全然じゃねえ。いや、こういうところもちゃんとしてるよね、このゲームは。ここで普通に生活してるんだよね。なんかやっぱパンデミックのせいでなんか朝飯食ってるか。文明がなんか退化してる感じがある。僕だ。え、どうしてない。エリー、どうしてない。こういうこともね、見どころの一部。フレンドリーですね。ないの。なんかさ、ウエスタンみたいな感じ。伝わる。わかる。まさにウエスタンだよね。そんぐらいだよね。うん。セス、セス来て。あれ無視してた。すごいカリビアンな感じ。その俺の携帯知らない。ちょっとばかり飲みすぎちゃって。
さっき捨てた。なんで？だろうね。捨てたって何？捨ててこないでしょ。ダニーフォン。ジーナと巡回に出るって聞いてね。あ、挨拶しろ。初ジット、初顔出し。顔出しはやだ。じゃなきゃ、ダニーフォンチャンネルの。いやだって1000人に行くんでしょ。1000人行くけど。チャンネル登録者数。ジャンユー、ダンユーチャンネルではないって。ジャンユーってなんだろ。え、今何人？え？10人。何が？ゼロじゃないよね、もしかして。登録者数なんだ。実は、うん、まあ1週間前ぐらいに始めたんですよね。うん、いい匂い。ゼロです、まだ。逆にまずそうじゃない？インパクトがない。いや、最初はそうだけど、なんか、そう、実は、そう。だから普通じゃもう無理なんだよ。そうそうそう。だから4本ぐらい上げたんだけど、実は何も声入れてなくて。炎上商法だよ。とりあえず、一回ね、一回、安倍晋三叩こう。神奈川県から来ました。神奈川県から来ました。一回そうね、一回なんかさ、バズらしちゃえばさ、そっから見る人が一回炎上させるしかないの、巡回は。なんてこと言うんだろう。安倍晋三叩いて炎上させる。祝安倍晋三辞める。行ったことある。いや、本当に最高だと思います。リーナは慣れてる。二人に行ってもらうよ。じゃあ、そうして。エリー、ちょっと話せる？何？ジョエルとうまくいってないみたいだけど。マリア。ジョエルは心配してるの。決してあの人はあなたを。これさ、うまく取れてなかったら嫌だからさ。本当に？一回ここで止める。そう。で、音声調整する。いいんだけど。取れてるでしょ。もうちょい行こう。それはチキってるわ。それチキってる。チキってる。オーマンだぞ。やっぱ。チキってるかな。登録者数1000人いるから。九州に連れてくる。あ、逆にね、こんなところでチキってたらダメか。いや、マジで1000人行こう、本当に。ねえ、1000人行かなきゃ金入んねえ。そう、収益ができないから。ごめん、みんな、もう行かなきゃ。ただのもう、自己満で終わるから。くそ、時間の無駄。副業にしよう。いや、いつかこれを本業にするから。昨夜はあんな風に消えたりしてよ。ああ、別にいいの。気持ちがわかる。私も後悔してるんだ。パキッと入っちゃうんだって。ふざけるなよ。入ってるって。そう、細かいから単純は。いや、絶対ね、絶対終わってから俺らで見直したら、このパキパキって気になるなーって。もう絶対なるから。ねえ。やめて、ドラマーの癖。なかなかいいマイクじゃん。ちょっと何？私関係ないでしょ。いや、このキャプチャー画面の線があるじゃん。これが俺らの音声だから。する。あ、うん。受けて立つよ。それだって。うわ、やべ。隠れろ。ほら、殺せ殺せ。行くぞ。あいた。しゃ。どうしたの？お程度？うら。あ、よしょ先生。このゲームの難易度一緒だめです。ホラーゲーム？いや、そうじゃなくて、このラストオブアスの中のゲーム設定の難易度が一番上です。ラストオブアス、俺一回実況見たことないんだけど。あ、そうなの？むずいよ。おら、死ね。よし。結構 FPS でこのコロナ期間で鍛えたから今いけると思う。この画面を見て FPS って言う時点でなんかダメじゃないか、お前。しゃがみ方がもうほら。これでも食らえ。こういうゲーム？エイム力は見えます。自動ロックオン。実はこれ近い甘くね。あ、じゃあこの雪合戦はね、殴れ、殴るの、殴る、そう、投げるってなんだ。はい、勝った。もうちょっと歩み力するだけ。クレークスの木、ちょっと痛かった。ちょっと、助けて。あー、痛いよ。やべやべ、行く最低だよ、これ。ダニエルチャンネルこういうスタイル。マジで、マジで絶対見たい。
俺が視聴者だった。絶対見たい。俺が視聴者だった。だからそういうニッチなジャンルで攻めていこう。もう大衆受けは無理だ。うんうん。目指すとこ大衆なんじゃないの。だからまずは、だからまずはニッチをのジャンル攻めて、そっから固定ファンをつけてからのマスを狙わなきゃ。ね、よく言うもんね、なんか YouTube なんか関連動画とか急上昇に乗ってからみたいな。あ、そう、大体みんな関連動画から来るから、そこに乗るまでが男性視聴者率 100% 目指そう。女なんかいらないから。女性率ゼロ。あいつはいらないから、アンチ女なし。でもなんかさ、アナリックスみたいのがあって、YouTube のあれで。何それ。結構、詳しく見れちゃうの。あー、たあれね、見えるよね、確かに。そうそうそう。あの、そうかね。あの、あれでしょ、あれ。見てる人に、層によってもさ、単価が違うんでしょ、あれ。あ、そうなの。そう。だから、まあ、中学生とか、小学生とか、単価が低いんだよ。あ、まあそうだよね。うん。少ないよ、ね、そう、だからちゃんと成人とかの方が単価が高い。一回でさ、なんかさ、きたライフル、これはあれ、ボルトアクションだ。一発ずつ撃つやつ苦手だな、これ。ゲートを開けろ、みんなよく聞け。いいか、なんか今、俺のチャンネルで40回ぐらいなんだけど、はい、再生回数が厄介な状況を解放したら1週間で40回。え、でも40回ってすごい。あ、これ4回だと思った。あ、40回ってすごいじゃん。え、そんぐらい。だってねえ、あ、全部朝だね。全部朝。あ、全部か、全部か。それでそのうち30回は自分で。そういうやつでしょ。え、そんな何回も自分で見たら増えちゃう。増える、当たり前や。あ、そうなんだ。あ、やっぱそうなんだ。5回ぐらいは俺。まあでもだから30人ぐらいは見てくれてるでしょ、ってことでしょ。いや、もしかしたら落ち間違えただけみたいな感じだったかもしれない。多分最初再生して一瞬でブロック。だから最初って肝心で、うん、結構やっぱ入りが面白くないとその後見ない、うん、だからやっぱ挨拶は重要。あ、そうしよっか。マジで。逆に気持ち悪いけど。いや、面白い面白い。え、じゃあさ、じゃあ今さ、一本目じゃん俺らこれ。うん、題名決めよう今この、なんていうの、切るまでに、2話行くまでに。え、もう1話撮ったん。え、今これ1話目だよ。え、とりあえずマジで大友チャンネル。本当に、うん、ガチガチ売るなら行くしかない、うん、まずだって、まずそっち、まあ帰るし。最初はいいんじゃない。そう、すごい。大友実況チャンネル。ちょっと挨拶の練習した方がいい。やだ。あー。本気かよ、こいつら。えぐん、えぐん、どうも大丈夫です。寝言言ってた。いつもね、歯ぎしりしてたから。俺らの名前決めよう。なんて言うか。男優。あ、俺、うん、マジかよ。あなたは見せたい。男優ってさ、日本でさ、70人ぐらいしかいないの知ってた。知らねえ。マジで狭きもん。本当に女優はもう何万っているけど、男優70人ぐらいしかいないらしい。まあ、そんないっぱいいても困るからな。すごいよね。だから意外とすごい職業。うん、だからマジですごい職業あれは。で、続けるのは地獄らしいからな。1日5回ぐらい。そうそうそう。やっぱすごいよね。性欲があるっていう。性欲だって結構もう70分結構知ってるもん。待てない。何なの、教えてよ。あ、またこいつかみたいな。あんまそんなグリグリしないで。これね、ズームね。メルは押さないでそんな。い
きなりアクションになるよ。なんで一人きりで外に行かなきゃ。やめりゃ格闘技そいつ殴れない。こいつ殴れない。南に行けば行くほど平和って感じだよな。走れないのこれ。まだ今は走れない。考えたことは。マニーの地元で。バツバツバツ。でもあいつ絶対あることないこと。多分操作は多分ラスアース1と同じかな。同じだね。ところどころなんかインターフェースが改善されてるみたいな。暗い中ここまで来たの。あ、ほら来いよ。バテちゃうよ。すぐ着くからさ。メルは平気なの？ここ最近元気なさそうだけど。平気だよ。どうしたの？なんか変だよ。俺はいつもと同じ。おい、気をつけろよ。結構ここら辺でやるのはマジで基本動作だから。まあこれチュートリアルみたいなやつしかないから。まだ打ってないんだよね。あ、走れる。ダッシュしなきゃ無理。ねえ、何やってんの。あかん、あかんって思って。えっ、出るでしょこれ。一回ゲームオーバーにしてる。こういうことね。走りながら。これ先が思いやられるよこういうの。絶望的に。え、これ走あ、わざと落ちたんだ。え、これ走ってる。走ってない、走ってない。走れ何。え、L1 かな。おーい。ああ、OK、OK。 はいはい、あんたは身軽だね。知ってる。ちょっと嘘。綺麗やな。高すぎ。ちょっと風景よく見して。やば。おお。ういうい。これはもうお約束のやつだね。お約束とか言わない。あ、でも結構よく作ってやるよねこれ。結構一回さ、さすがノーティードッグ。男が偵察したからさ、雪に通り道で来てるっていう。細かい。チャンスって思えばいいだろ。あんたのこと蹴り上げてやり。こういう。お前。あ、本当だ。確かに道ができてる。ちゃんと。まあ雪が。いやリアルやな。巨体を実況して。もうしてんじゃん。いやこれはただの雑談程度。いいんだよ、敵出てこないから。まだ。うわあ。わざとらしいな。多分ね、今18分撮ってるんだけど。動画長すぎる。ここ。多分ここまで見てない視聴者は。だからどう編集したい。ここまで以内で収めたい。いや収めたいって無理だよ。無理だよ。めっちゃカットアンドカットアンド。めっちゃ進んでる。はい。次。わ、ボスが出てきました。じゃあ戦っていきましょう。はい、倒しました。そこ飛ばします。肝心なところ。はい。じゃあザコが出てきそうなんでここ全部飛ばします。他にも拠点が、はい、飛ばしました。はい、めっちゃいました。今回もご視聴ありがとうございました。誰が見たいねん。あーあーああー。 Thank you。 どうにかする。そうか、奴がいるとしてどうする気だ。例えば誰か探してるらしい。巡回してる奴から場所を聞き出すと、入ったあいつをおびき出してみるとか。ああ、そうか。当然、あっさり教えてくれた。すごい、ベッカーみたい。任せればいい。冗談だよ。じゃあどうすんの。え、今作のラスアスのテーマが復讐なんでしょ、丸山先生。あ、そうなんですね。前回は何だったんですか。前回は何だろうね。メルにこだわる。復讐、誰に復讐？そっか。まあ
これからわかるんだ。ファイアフライ。これを見たらみんな帰りたがるぞ。説得できるでしょ。信じた私がバカだった。アビー、俺だってやりたいよ。やりたいよ。死人は出せない。死人は出せない。どんなどんなプレイや。ちょっとブレイクさせちゃうか。ロッジで待ってる。ロッジでやるんだ。さあ、こっから。はい、次まで飛ばします。戦闘終盤で飛ばしましょう。具だったらカットするわ。俺がグダったと判断したら、ね、このチャチャッとプレイ、うん、ちょっとギターを弾く段階でグダってたからめっちゃ不安なんだけど俺。ギター弾いたんかい。まさかゲームでギター弾くとは思わなかった。現実世界だとねめちゃくちゃうまいんですけどねこの人。またまた、男優さんもあそこ上上がってジャンプ。あ、オッケーオッケー、完璧。めっちゃ寒そうだよ。よし。あ、補服できんだ。うぃー、これはねえ、別の作品の名前をさ何出すんだよ。ピー入れないと。丸丸。ここだけ音声飛ばすわ。え、これ補服できるのはちょっとでかいな。前回できなかったから。あ、そうだよ、ね。うん。結構ずっとしゃがみ。これちょっとメタルギア思い出すね。あ、待って。今敵出そうじゃね。ちょっとまだ俺。めっちゃ俺人に見えた。あ、じゃあ右の方向いて。めっちゃ人に見えた。うわ。いや、人じゃねこれ。人だよこれ。これ人なの。聞き耳幼少パイセンってさ、このゲーム全く知らないんだよね。違う世界観から説明すると、なんかパンデミック起きたのね。あ、What the mean pandemic。 だからなんか COVID、 人間がゾンビみたいな状態になるみたいな。あ、いえ、まあバイオハザードみたいな。あ、そう、バイオハザードみたいな。どこに行けばいいですか。これが、あ、ここだった。こういうとこあるよね。実況者ってそういうのいいのかな。自分が分かんなかったらもうゲームのせい。よ、部長。え、人間だったものだけど、こんな死に方やだわ。ああ、ういヒロマス先生に対すると噛まれたらちょっと全然ゾンビになっちゃう。おおよっ、あ、しゃこれで初の格闘ゲーム CQC。 ちょっと待って、ねえ、ちょっと待って怒られてる。任せなさい。任せなさい。連打してたからチュートリアル飛ばされちゃったんだって。これ自動回復？いや、いや、ワンとしたから。ヘッドショット。はい、うわあ！ちょっと見本見せるわ。貸して。CQC 強くね？ゾンビのくせに動き早い。さすが実況者。レイ、そう、あー、はい、うまい。アサシンクリードみたいなやつ。そう、うん、これあれだ。俺、撃っちゃいけない。撃っても大丈夫だよ。なるほどね。そう分かったぞ、これアサシンクリードだ。敵の攻撃を見て、そう、これアサシンクリードだ。なんか他作品あげないで。
アサシンクリードだもん、こういう。アサシンクリード、あ、そうだね。だってカウンターだもん、あれ。でも2発しかないでしょ、これ。もったいないよな。ちょっとやばい。逃げる、逃げる。何も操作わかんない。じゃあ教えて。だから、かわすのと殴る。ここで移動ね。視点と移動。これ。で、ここで書いて。先が思いやられる。ここってボタン、ボタン。ここ見て、ここ。L1 って言ってる。L1 ね、殴るのは。来た来た来た。殴るのは四角。あ、そうそう。敵の攻撃を見て。これ。一発が重いな。カリマじゃん、最高ないと思う。あ、そうそう、いいね、いいね。よしよし。あ、ちょっと待って。走んの、やばい。走んの、走んの、これ、走んの、これ。あるわ。これ、攻撃しちゃかって、しかっただけ。打撃は、あ、そうそう。銃撃つのは、銃撃つのは、L2 押しながら、L1、 じゃあ、R2、 okay. あ、L1 かな、 R1 じゃない、あ、 R1 前作 R1 だった気がする。あ、 R1 だとこれ出る。あ、じゃあ R2 か。これ感度高いな、エイム感度。大丈夫、このゲームそんな弾丸とかが落ちてるわけではないから、まあ確かにね、うん、ないない、基本撃たない、サバイバル系だから、基本ステルス、丸が姿勢変更、三角はなんかアクションコードをする。え、また走んの？あるわ。いや、L1 だよ。登るのとかがアクションが一回バツとか。あ、ここ登りそう。あ、入ってる。ライトは？ライトは右スティック押し込み。いや、で聞いたら一回登れたけどね。でも回復しないじゃん、これ。だから回復薬とかを探さないと。サバイバルだね。サバイバルだから。一応、あ、あ、回復違う。いや、どうだろう。それ弾丸じゃないか。光ってる。もたもたしてるな。一発？すっごいね。リロードが、リロードがある。希少価値最高難易度だからあれだ。弾も最小限だ。いや、アスパ難易度関係なく一発じゃん。じゃあ本当に視点の感度低すぎない？あの、そのね、そんなグリグリやってると見てる方が酔っちゃうから上げられないな。さすが男優。あ、そこだよ、そこ、そこで合ってる。ここ、あそこ、あ、そこ行けんだ、歩幅か。そんなね、そんなとこで押さえたら一巻の終わりだよ。なんか落としたな。うて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 。あるつぞ。はぶねー。2発使ってしまった。もうあと1発しかない。いや、バレなきゃ問題ない。マジエイム感度高すぎてむずい。回復薬ないですか？お前一緒か？オーケー。オッケー。近くにあるはず。さあ、そこだ。そこでバツ。バツ？あ、左左左左左左左。はいますね。ライト作って感染者って言うんだけど、あいつらはライト気づかないから大丈夫。え、でここ押して、ここってボタンの名前言って、R1 かな、 R1 の押し、
え、押してる？押してるよ。R1 でしょ。押してるよ。なに、聞き耳？ L1 は？ L1 あれ、聞き耳ってどのか？ R2 じゃないの？ R2 か。 R2 押してる。まだできないんじゃね？あ、違う、これ最高難易度だ。え、聞き耳できないの？それはやばい。これ最高難易度だ。聞き耳できないはやばいな。これやばいね。聞き耳できないはやばい、ね、聞き耳はこのゲームの5代目じゃん、結構。聞き耳できない。嘘。でも R、 これはこれはちょっとやばいな。男優チャンネル映りましたね。初実況でそんな難易度高いね。本当にダメだったら1個ずつ難易度下げる。いやでもできる限りやりたい。バレなきゃ問題ないからな。何もねえや。ちゃんと探して、武士とか探していかないと進んじゃうから、まあね、このゲーム。視聴者はね、隅々まで見てほしいって思ってる。開けるのとかな。ああ、そこ開けらない。開けられるところは開けられるっていう表示が出てくる。アクションボタン出る。あ、お、2発リロードが R2 かな。あ、まるちゃん、これ弾丸が何発ありますとかの波動表示もねえわ。ね、それ思った。タッチ悪い。タッチ悪いよね。タッチ悪いわ。現実に近いらしいから、このモード。タッチ悪いわ。よく考えて、でもさ、いや、現実、あれ、わかんないか。大体わかる。今何発ある？持ってる？3発。3発だよね、うん。だから数えておかないといけないよってことでしょ。ないっすね、これ。ないっすね。そこじゃない、そこ入ってきたとこじゃん。下への階段があるよ。できる、できる、できる、たぶん。ダイムチャンネル。うわ、走ってくるやつだ。ああ、死ねえやろ。HP の波動表示もねえのか。貸して。え、HP 分かんないのこれ。だから、この画面だよ。だから血がついてるから。こういうふうに。あ、そっか、掴むとかのボタンもねえわ。ひって話だな。マルちゃん、掴むっていうボタン表示ねえよ。これはもう、実況者しない。うわあ、あー、いい、いった、いい、いくよ。ナイズ下げる。もうちょっと、多分もうちょっと、もうちょっと。え、これノーマル？え、これ一番上。初実況でどんだけ縛る。まいちゃん、近寄って三角で掴む。え、三角なの？うん、で、四角かな。で、バレない。もう一人だよね。もう一人いたね。あ、ヤスが。はい、ちょっと、ナイス。あ、あかん、ゼロ発。回復薬あったわ。え、まあ、あんじゃん。使おう、使おう。どうやってやんの？アルツ。アルツ。だいたいね、俺がね、ハードの時で見たのは HP ゲージ2本分、うん、もう見えてないから2本と言ってもわかんないと思うんだけど。もう俺には全くわかんない。だいたい HP ゲージ2本分。いや、これはちょっと鬼畜なプレイですね、これは。SM プレイですね。
結構リアルにもうやばい。聞き耳ができないの俺一番つらい。だってもう分かんないもんな、どっか出てくるか。今さ、ヘッドホンしてるじゃん。うん、分からん。で、ちょっと音聞こえるから。やばい。全力で逃げる。全力で逃げる。これ正しいか。あ、そこ下じゃね。滑り込み。あ、なんか映画っぽい。映画、あ、もうこれね、戦闘しないってのが一番いいかも。編集だるいし。あ、確かに。ここね、俺がハードでやった時ね、全員後ろから締め殺したんだけど、うん、めっちゃ時間かかる。うん、だよね、多分5分ぐらいかったから。そういう無駄なことはしない、ね。うん、で、何もアイテム最小限でいこ う, そう。実は正しいと思う。結果的にノーダメだしね。そう、ちょ、あーって言ってね。あびっくりした。男優だよ。ね、今撮影中だから静かにして。うん、結構ガチで、ガチで撮影中。もう今一発抜いた。一発抜いた。一発抜いて、今二発抜いて。ジュース買ってきて。ほら、こっち。ついてくよ。より戻さないの？ジェシーと？まさか。長い付き合いでしょ。ジェシーはいい人だし、ご両親も好きだよ。これからもずっと仲良くしたいけど、マンネリ化しちゃってたし。なんで今までこういう話しなかったの？ラストアス2なんですけど、ね、はい、さっきの人物いたじゃないですか、エリータで。あの人物とエリーの2人の視点で、あ、交互に変わっていくやつね、進んでいく。興味なかっただけ。結構時間軸が何日目かっていうのが出てくるから、結構そこを意識しながら見ると面白い。ああ、そうなんだ。うん、なるほど。まだクリアしないから分かんないけど。男優アドバイス。ヒラリー繋いで。一回もここでカットするか。何分いったの？37。それはもうやばい。絶対読みない。私のこれを10分に。いやさ、あのさ、10分にカットすんのは無理だって、ゲーム動画で。だから最小限、そこも最小限に抑える。普通に3本に分けりゃええじゃん。綺麗やな。綺麗やな。この景色。あ、じゃあ俺女の子キャラで行くわ。悪くない。今から女の子キャラで行くわ。このルートのと。行ってから女の子キャラやんねん、やめてほしいの。もうさ、一回ここでさ、これ一回やめにしてさ、ギター弾きに行かね。来て。エリーで。っていう提案ある。どういうこと？俺がやったセーブデータから。エリーがギターを弾くところに飛ぶみたいな。ギター弾くって、いや、ほんとそのまんま。俺は世間許してくれんの？結構ね、結構ギター弾ける。この表現が合ってるのかわからない。結構ギター弾けるって。この表現がマジ合ってるかわからないが、行き方行ったら、あ、こんなアイドルですからね。これはね、世間許してくれない。これはさ、これは世間許してくれない。これもうアイテムもなんも、これケチやな。え、今一発しかなかったの？ほんとケチやな。一発ってなんだよ、何ができんだよ。でも結構ほとんど一発だよ。弾丸の弾とか。全部ヘッドショット。いや、なんかさ、ワンの時めっちゃさ、あったけどね。
SO1 も結構弾少なかった。あったあった。いや、分かんない。あ、違う、ごめん、傷で分かった。それ内部、内部の差だだよね、絶対そうだよね。イージーで一発とかかわいそうだもん。初心者とかも。あ、ごめん、積むよね、積むよ、ごめん、はい、署名して。こういうとこめっちゃ大事だよね。あ、引き出しあった。三角が表示されるところは開けられる。あ、ちょ、左、左、後ろ見て、後ろ。何これ。ガスバーナー。ねえ、この水パイプ友人の？タバコだよ。何このバイオハザードみたいなやつ。なんもないやつか。水パイプ、あれ今持ってないの？水タバコ的な。シーシャ。友人は切らせたことなかった。知らんけど、俺タバコ吸ったことないから。ああ、なんやねん。いや、ここ入ってた気するな。ふざけんな。これはカットですね、ここ。もてあそぶな。カットだね。カットだよ、まだ。下にスクロールできるよ。これでよしと。字書くの早っ。うん、カットカットカット。これ細かくて、今3月2日エリー&来てとかって書いてあったじゃん。うん、実はね、あれ書く前見ると書いてないんだよ。この先の街が終点。さすが見てますね、よく。見た見た見た。どこ見ろって言うの。 あれが町かな。大きい塔があるよ。左上かな。そこが次の監視所。で、なんか見せる。あれってスーパー。うん、スーパーだね。そこを通り過ぎれば町に到着。ダイエーダイエーグルメシティ。馬のこれ分かるかな。田舎人にしか分かりません。ダイエーって結構多い。都会には絶対ない。ここ来て味だった。ここ来ては。え、嘘、本当？ダイエー？マジで？これ全然。ダイエーあると思って。え、千葉？千葉だっけ？もしかしたら。ダイエーあるよ。昨日も同じ服着てなかった？汚れてないから気にしてないよ。いや、都会にダイエーないわさ。お前の偏見じゃない。おしゃれする必要ないでしょ。本当にない。決まってるよ。見たことない。最初俺ダイソーだと思った。あ、逆だこれ。やってるやってるやってる。合ってる。え？挨拶。締めよう。はい。はい、今回の実況はパート1、最初で最後。え？切る？いや、ここでパートを切るんだったら別にいいけど。うん、まあ、結構切りいいよ。あ、切りいい？じゃあパート2。まあ、見応えはあったと思います。パート2に続きますか。じゃあ締めて締めて。お待たせ。わしもまとめてくれよなとかでいいんじゃないの。はい、登録者ゼロ。ふぃー。あー、それじゃ、バイバイ。最低だこの。